こんばんは岡田敏夫です、えー。今日は何日だっけ、えー、？5月の14日か、えー。ニコ生ゼミです。えー、まあ,あの喉はなんとか治りました。ありがとうございます。えー、エプロンこれねあのゴーストバスターズのエプロンっていうのをね。 なんだろうあのヨドバシカメラで売ってて、まあ嬉しくて買っちゃったんだけど全、まあ、身見るとこういあのー、これはやっぱ時々買ってしまいますよねサイズとか関係ないのでね早尾の真似。あ本当そうだね早尾っぽいよねそういうふうに言われりゃ、えー、なんか一番最初会,会場する時のです、ね、コメントとか見てたらなんだっけあのモーリー引退について一言だっけモーリー引退とあと 毛利さんがですねニコ生を引退するそうで毛利、まあ、あチャンネルを閉めちゃうそうなんだけどもそれはねあの前毛利さんと仕事を一緒の時にどうなりますかって聞いたらいややっぱりそのどん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 なんだろうな、えー、本音っぽい喋りみたいなものができなくなっていくっていうのでやっぱねテレビに出ちゃうとねそうなるから毛利さんはやっぱりこのニコ生よりテレビを撮っちゃうんだよね。 それはすごい気持ちがわかると。であの僕とかあと西野君とかリエモンはテレビよりこのネット配信を撮っちゃう多分こっちの方に未来があるというふうに思っちゃうんだけどもあのその辺の差だと思うだからそれは圧力がかかったとかいうよりは何を自分の主,主戦場という主な戦場と考えるのかということなんだけどモーリー・ロバートソンさんはやっぱりねそれは会社として売り上げは テレビでずっとその「ユアタイムっていうやつで週にね5本も出てたらそれはもう絶対にあのそっちの売り上げの方が高いに決まってるからまあそっちメインになっちゃうのは仕方がないよなというふうに思います。でもそのねテレビの方がお金がいいっていうのももうケースバイケースだよね。あのホリエモンがさ、えー、となんだっけあのホリエモン新党みたいなの作ったじゃん。えっ、ー、と都議会になんか議員を出すというやつもあれも。 何,何でかっていうとななんかそのこれはもう多分ホリエモンに聞いてもはっきり言ってくれると思うけど何のためかというとこれはもうオンラインサロンの,あのホリエモンサロンのためなんだよね。ホリエモンサロンっていうのが一人1、えー、と毎月1万円課金しててそこに何人来るのかがホリエモンの収入源になってくるからなのでそのモーリーさんはテレビを収入源としてるんだけどもホリエモンはあのホリエモンサロンを収入源としてるわけだ。でなのでその ホリエモン神道みたいな形で人を出すっていうのはそれはなんかそれで評判になってホリエモンサロンにさらに人が入って今ようやっと1,000人いたぐらいだと思うんだけどそれが2,000人3,000人になると毎月毎月2,000万3,000万っていうビジネスになるわけじゃん。じゃあそっちの方がが絶対に、自自分自身が好きなことを言えて。で うまくいけば、謎の間違いで都議会の議員も出せるかもしれないというふうに考えるわけだ。だから、前の昔のホリエモンのテレビしかないような戦略、メディアに対しての、がテレビしかなかったんだったら、自分の知名度を利用して、参議院に立候補してっていう、すっごい実は効率が悪い方法をやらなきゃいけないわけだよね。で、そんなことをやっちゃったら、昔ながらのタイレント議員と何にも変わらないんだよ。でも、そうではなくて、うんと、その橋本。 維新の,の,の,の会とかもそうなんだけど今大阪維新の会っていうのかなあのもうそうなんだけども全部その自分自身が前に出る必要がなくてそうではなくて党員を増やしたりサロンメンバーを増やしたりすることによってビジネスモデルというのを作るというやり方だから多分これまでの政治とかあとタレントとか芸人っていう枠が一斉にこう溶けて崩れてる様を僕はその去年の「去年の 5月か6月ぐらいからこういう状態を乱世って呼んでるんだけども、えー、本当に乱世が目で見えるようにはっきり分かってきたなというふうに思います。あとねあのあ、えー、先週の「患ジャム」の話で「関ジャムいました」って言ってくれてありがとうございます。ただ 悲しいことにです、ね、先週の『カンジャム』アニメ特集は僕が散々これはもうすごくなるぞなるぞというふうに言ってたにもかかわらず関ジャムで,です、ね、月に1回ぐらいある大外れの回で,で,す、ね、でなんで大外れだったのかというと理由は明らかでさあのだい,たいそのラップ特集でも何だろうなスタジオミュージシャン特集でも。 ミュージシャンとかそういうのが出てきたら「すごいよね音楽どうだよね」って話でいきなりなるんだけどもアニメ特集の場合は「 アニメ音楽ってバカにしてるけどすごいんですっていうもう全部マイナスからのスタートなんだよ。<laughs> だよそのやつがだマイケル・ジャクソンってすごいよねとかあとさだまさしすごいよねっていうプラスからのスタートなのに対して我々のアニソンに関してはアニソンなのにっていうマイナスからのスタートでもうマイナスからゼロに行くぐらいが精一杯ぐらいだったんだよ。だか 5 A, A メロ B メロサビっていうのが5回ぐらいあってすごいこの効率回転効率をよくしてるとかあと89秒の中にどういうふうに収めてるかとかそこら辺でちょっとだけカンジャムっぽいのが出たんだけども残りはもうほとんどなんだろうねあの民放でやってるあのアニメの名シーンみたいなやつになっててもうそれもね理由は分かってるんだよ。 権利が取れる映像でしか番組が作れないからだよな。だって、だってさ、いいオープニングだっただったらさ、エヴァとか出しゃいいわけだけど、権利が取れる映像でしか作れなかったら、簡単に貸してくれるもんだよなので、そらもう、触ればっかり出すに言われてるわけじゃん、今だったら。 <laughs> まあそこら辺もね、まああのえー、お,おじさんたちのテレビという商売の苦しさを見ながら <laughs> 僕らはなんかこう考えてあげた方がいいんじゃないかなと思います。あとあの正解する角僕はあの面白いっていうに言ったんだけどもあのただね面白いは面白いんだけどもあの今週見たらようやっとあのなんだろうな1辺2キロの角が。 ちょっと今の場所ではあのよろしくない羽田空港ではよろしくないなということでゴロ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 っていうふうに回転しながら、あのー、なんだっけ埼玉の奥の方に行くだけの話でこれだけで30分で思っちゃって <laughs> 全26話やるのか52話やるのか知らないんだけどもなんかね、あのー、明らかに「シン・ゴジラ」とかを見ていてああいうやり取りが好きな人の話 なってきたっていうのが、まあまあ面白いなと思いますね。えー、で、しばらく見てなかった、あのー。なんだっけ。えー、っと、エロ漫画先生。久しぶりに見たら、やはりね、なんかこう、じっと見入ってしまう。<laughs> 俗物な俺がいますわ、エロ漫画先生、いいじゃんって思いながら。まあまあ、そんな、そんな。ええー、五月10日 4日です,、えーでですね。最初これ出してるのこれ何かっていうと「アメージング・ストーリーズ」っていうあの雑誌なんだよね1926年の10月の号でこれ何かっていうとこの赤い円盤みたいなやつが実は宇宙船なんだよねノアの箱舟みたいなものを人類が作ってそれに乗せてくれっていうふうに人々が押し寄せているとつまり、まあ、1926年の雑誌なんだけどもその段階で地球に何か環境異変か何かが起きて で地球人はノアの箱舟みたいな円盤を作ってそれで宇宙に逃げようとしてるというようなものを書いてるんだで面白いのはこの上に煙突があることなんだよね。つまり1926年の技術レベルでは空飛ぶ円盤を人類が作るというのを考えてもそれは蒸気機関で動くという <laughs> <laughs> まあ石油大抵蒸気機関で動くというなんかね持ってる技術でなんとかついつも合わせようという様が SF っていいよなって思うんだけども。で これが年じゃんで。今日の話の、まあ、メインの話の,あのシカゴでのアルカポネっていうのは1920年ぐらいが舞台なんで1920年からだいたい30年あたりぐらいまでが舞台の話なんだけどもちょうど本屋さんにはこういう本が並んでた時代なんだよでその1920年っていうのはどういうふうな時代だったかっていうとその30年前35年前の資料がちょっとここにあるんだけどもさこれねそのままね出すとねパタンと後ろに倒れちゃうからもうね 本当にアメリカの、ね、国会図書館にあるようなもので多分、俺が持っているものの中で一番高いコレクションなんだけどもフランク・リード・ライブラリーっていってこれ、1892年の、えーとね「ダイム・マガジン」っていう、ね、あの新聞をちょっと束ねたような雑誌なんだ。で、ここ見てくれたら分かる通り、ありスチームマン蒸気機関で動くロボットっていうのが出てきてるんだよね。ん大丈夫かな今なんかなな今、ん止まっっちゃってるけども。 あっはいはいはいあ間違えたこっちだ画面が今ねあの僕の見てるモニターでフリーズしてたかわ分かんなかったこシチームマン」というのが出てきてつまりこういうなんかね蒸気で動く人間っていうので馬車を引っ張る20世紀というのはどういうふうな時代になってくるかっていうなるかっていうと蒸気でロボットを動かしてそれで馬を引っ張るような時代になると。 つまり自動車いいいうのが思いつかないんだよね。ヘンリー・フォードがそのフォード A 型とかを作るのはこれから大体30年ぐらい後なんだけども全然そういうの思いつかなかったのでロボ蒸気でロボットを作ってそれで馬車を引っ張るとでそれがもうちょっと進化してくると,、えー、っとロボットで馬を作って で、えー、馬車を引っ張ると相変わらず動物を作って引っ張らせることしか思いつかないんだよ。さっき言ったようになんかねあのガ,スガソリンとか蒸気機関で空飛ぶ円盤作,った作るから煙突があるというのと同じように手持ちの技術内で考えちゃうんだよね。 だからあの俺があの時々ソフトバンクの孫社長をあまあそんなんじゃねえよというふうに批判するのはソフトバンクの孫社長の未来予測も僕にしてみればこれと似たようなもんで現在ある技術をなんとかついつまわせて未来を予想しちゃうんだでも未来っていう社会はそうじゃなくていきなり自動車っていうのが出てきたりもしくは自動車なんてもういらないよって若者が言い出したりセグウェイの方がいいよっていうところまで予想しないとそれは未来予想にはならないんだよね。 科学技術がこんなんなです。じゃあもうすぐ携帯は脳に埋め込みますとかっていうあもしくはどん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  AI が進化していきます AI の能力が人間を超えてしまう今から10年後15年後にはこんな技術ギャップが起こりますそれらは全て定規で作った馬に馬車を引っ張らせようという試みと全く変わらないんだよね。 ままあ、まあ、ごめん今は、ね、ちょっと横にそれた。で、えー、何が言いたいのかっていうと1920年というのは何かっていうと30年前まではこういう、まあ、本が出るぐらいだから西部というのがあったんだよねアメリカにもそうなんだけど日本にもそうなんだけどもまだまだ大多数は田舎ででこれから科学技術が機械の馬や機械の人間を作っていくかもしれないというのがあるんだけどもまだ大西部というのがあってそこには何か滅ば者がいてで えー、そこにはねなんか列車ボートとかがいた時代から急激にそのドラッグストアで売ってる本がカラーになってで空飛ぶ円盤に人間が乗る時代っていうのがいいようになったこの劇的に科学の世界に突入した西部っていうものがなくなって高度科学社会になっていたっていうのがこの1890年から1920年ぐらいの30年間のすごく大きい変化なんだ。なので まああのー、そういうねついこの間まで「西武」っていうのがあった世界の中の,、まああのお話というのを今日はしようと思います。えー、いつもはねこう使った資料横にボンって置くんだけどもなんかあのも,うもうこれだけで俺にしてみりゃ大変大変な思い出がいっぱいあるから <laughs> ちょっとそっと置くね。<laughs> じゃあね、今日はあの一番最初の話は、まあ、前振りはそこからなんだけども、えー、来週から始めるね「ハンター×ハンター」の話の,、まあ、あの第1課の部分だけやるね、えー「ハンター×ハンター」これは、あのー、33巻なんだけども、えー、どうも6月26日に、えー「ハンター×ハンター」の34巻が出ると。 これれも発表されてると。でもみんなも分かってる通り新刊が発表されるということはイコール「ハンター×ハンター」の連載が始まるということで、ね「<laughs> ハンター×ハンター」もう十分に単行本印冊分溜まってるから、あのー、発売されるんだけども、あのー、ようやっとね連載でまあ多分3ヶ月ぐらいしたらまた富樫先生休んじゃうんだろうけれども。 もう一応、僕はもう待ちきれない6月26日まであと1ヶ月半もあるんだけどもなので、えー、今週からですね、あのー、毎週毎週とりあえず「ハンター×ハンター」をシリーズごとつまり、えー、ククルーマウンテン編とかヨークシン編とかあとはグリードアイランド編とかキメラアント編とかあるじゃんそれをこう順繰り順繰りに話していきたいと思います、えー、一応ですね、あのー、使うテキストはすべて えー、なんだろうな僕の単行本などを処理したものでありますで、えー、文部科学省のですね、えー、引用基準というのを満たしてですね、えー、単行本の中で、えー、コマとかページを紹介する時はそれを何、えー、だろうな表示する分数以上に、まあ、僕がしゃべるというですね。これはあの小林芳則裁判というやつで一応できたルールで日本の,あの放送会の中でできたルールで何か漫画みたいなものを えー、評論する時に引用する時の引用者に対してなんだろう許可がいらない基準っていうのは大体いいその漫画のコマの大きさと同じぐらいの文章数で埋めなければいけないというのが決まってるから一応あのそれにのっとってますというですね、えー、著作権上のお断りをします。 6月11日に予定しているグリードアイランド編あたりが一番燃えると思うんだけれども <laughs> まあまあまあじゃあ今日はとりあえず第1巻の凄さっていうのを話してみるねよいしょあの第1巻でねキャラクターがこう全員ポンと出てくるシーンがあるよねえー、とですね、えー、レオリオとクラピカとゴンが3人出てきてこれで3人ようやくと、まあ、あのワンフレームで紹介されるんだけども 上手いのはね、やっぱあのまあ,あの一番最初だから富樫さんの絵の旨さみたいなものを話そうと思うんだけどもこれいんとはなのでワンフレームでやるともっとあのキャラクターがヒータインになっちゃうんだけどもレオリオをかがませることによってレオリオの背の高さというのを表現していてでこう3人の、まあ、身長バランスが分かれる、ね、でおまけにそれぞれの表情がもう少し大きくある。 本来言えばレオリオの顔の高さが高いからこれはあの嘘なんだよねゴンの顔の位置が一番高くてっていうのは嘘なんだけどもただこういう見せ方っていうのでそのんだろうな当たり前のようなシーン3人いっぺんに出てくるシーンっていうのを絵として飽きにくくしている。で僕やっぱ好きなのはレオリオは横目で見ていてゴンは真っ正面から読者を見ていると。ところがそのクラピカだけ読者を見ていないと。 こののの目線の外し方っていうのがです、ね、そのまあ、最初からこういうふうなキャラクターだっていうふうに決めて書いてるところがわかるんだよね。普通、ここれっって描いたら、らクラピカもやっぱりこちらが向けるんだよところがクラピカというキャラクターはそういうふうに横から人を見ないいや後には何かね横目とかいっぱい使うんだけども <laughs> この時にはこのレオリオのサングラスをかけさせたまま読者を見せるゴンは正面から見せる。 そして、クラピカも正面から見るだけの目線を外してるというこういう,なこう使い方してるん、ね、で、えー、このあとねなんかねそれぞれの自分自己紹介のところで,、えーとですね、あの船長さん三人を乗せた船長さんにあの船を乗せた船長さんに、えー「お前たちはなんで反対になりたいんだ言え!」というふうに言ったらいやなんかそんなことを言われてあの俺はなんか。 えなんだろう気に食わなかったら自分が納得しなかったら決闘してでも言わないというレオリオに対してクラピカはなんかこういろいろ喋るんだよねでこの喋るのがこのセリフがどんどん増えてきてでまああのレオリオが相手にしてもらえなくて後でこで揉めるんだけどレオリオがだん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 はみ出してきてついに何も言えなくなってくるとこのクラピカのセリフの過剰さっていうのでキャラクターを作ってるわけだね。 ゴンはそんなに喋るキャラクターじゃないんだけどもレオリオとクラピカが一番初期のうちはいっぱい喋ってくれるおかげでドラマが持っていると特にこのドラマを持ってるのがどん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 、あのー、もうね 高畑勲みたいなやつだよね。つまり自分がナウシカのプロデューサーをやらないということに関して4時間しゃべるのと同じようにそんだけの手間かかるんだったらナウシカのプロデューサーやれよというのと同じようになぜ自分の志望動機が言えないのかというのに関してどん,どん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 過剰に説明していってしまうその意味ではすごく誠意があるキャラクターなんで誠意があって何で自分ができないのかというのをとことん正直に話そうとしてるんだけども。 ところが彼の正直さ誠意によってどん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 その人間関係の摩擦というのが起きてきてレオリオがどん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 追い詰められていくというねなんかコメディーでありながらここら辺のシーンっていうのがうまいと。でねあの俺ねこの一連の中で好きなのはこのなんだろうな「幻、えー、影旅団」っていう永久の、えー、賞金首。 つまりまあ捕まえようと手を出したら殺されてしまうぞというふうなやつを減影旅団がクルタ族の敵、まあ、だというふうなことで減影旅団を追ってるとで彼らを捕まえるんだと、まあ、ここもねあのクラピカ面白いところだよね敵を撃つって言うんではなくてあくまで捕まえるって言ってるで,でももうそれを聞いてるが、そんなことを考えると死んじゃうぞって怖くないのかっていうとクラピカの返事が。 死は全く怖く怖ない。一番恐れてるのはこの怒りがやがて風化してしま,うしまわないことだっていうふうに言うとこのね怒りがが風化といいう表現が面白いよねあの。キャラクターをやっぱりねこう一番最初に作った時にさっきのクラピカの何で説明できないのかというのをダーッていうのと同じようにいずれ自分,なんだろう自分がやることに対しての恐れとか 死ぬことが怖いいんんじゃないんだと自分の中の中怒りが風化してしてまう。怒りが風るっていうのは何かっていうと実は自分の目的っていうのはクルタ族の奪われた目を取り返すことなんだよ。でも取り返すことを諦めてしまうとか復讐することを諦めてしまうこれがクラピカのい恐れてしまう恐れてること風化するのの1段目なんだよで同時時に2段目も、もうこの時の 1> 第1巻の最初のシーンからあって風化するというのは何かっていうとなんだよね。それは自分を失う恐怖クラピカにとって一番怖いのは何かっていうと自分を失うことなんだだからその復讐するモチベーションがなくなってしまうのも怖いし復讐すること自体が目的化してしまって自分の中で 怒ってるからこそ復讐するんだというものがなくなってしまってただ単に自分自身に約束したから全部目を取り返すと約束したからっていう義務感で行動するっていうのが自分の中で一番恐れてることだから怒りが風化することを恐れるというので最新のクラピカの動きはもうそれになってるんだよね。もう、どどどどん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 クルタ族の目を取り戻してきて。き で、何のためにこれをやってるのかわからないと、な取り返した目を祭壇のような。これ、ダーッと並べて、じゃあ、俺はどこに行くんだろうって言ってるのが、この一家の一番最初の。怒りが風化してしまわないかと恐れていると、実はもう。クラピカの中では、怒りは風化しちゃってるんだよ。だから、クルタ族のことを言われたら、反射的に起こるんだけども、この時のような。なんだろうな。何が何でも、幻影旅団を捕まえようっていうのがなくなっちゃってる。 現代のその現在のクラピカの状態っていうのがもうこの一巻のところから予言されてるところがなんかねあのあこの作者は多分このキャラクターっていうのを最後まで使うつもりでこのセリフを言わせてるっていうのがねなかなかこう俺あの面白いなと思うこれ好きなシーンだよ。で、まあ、今回一巻だけね <laughs> 軽くやるから <laughs>。でねあの キャラを立てるっこれはあのまあまあゆっくりやるね、えー、カイトっていうねあのゴンが初めて会うまあまあ初めて会うでもないな,ハン,ターなんハンターで、えー、とその人からいろいろ教えてもらうシーンなんだけども、えー、18巻までまあまあちょっとちょあの登場するんだけどもあの主人公のゴンっていうのはお父さんのジンに会うっていうのが目的なんだよ。 お父さん仁に会うというのが目的なんだけどお父さん出てくるのが18巻ぐらいなんだよな初めて18巻でグリーズアイランドのラストのところになって、あのー、会ってやらねえよみたいなセリフがあって初めてそこでまあ、それまでちょっと出てくるシーンはあったんだけど18巻まで出てこないんだけれどもな,のなんだけどもところが主人公はそ,のなんだろうなそこまで会いたいキャラだからやっぱキャラを立てるわけだよね。で キャラを立てるっていうのは小池和男子連れ女将の原作者の小池和夫が提唱して1970年代に「劇画孫塾」で使った表現なんだけどさ、まあ、あの最近はねマーケティングとか自己啓発用語にもなってるしあとは芸人さんとかもキャラを立てるというような言い方するよね。 パーソナルブランドとかも含めたブランドとかのやつでも一応ブランドを立てるとかキャラを立てるという用語を使い出したのでその、まあ、やっぱ小池さんの予言の力というかね将来を見つめる力っていうのは大したもんだと思うんだけどもこのえー、っとカイトのなんだろうなえー、っとジン,ジンさんにいろいろ教えられてでえー、っと 彼は俺のの知る限り、最高のハンターだ。仁さんに会わなきゃ俺は駄目だという,ふうなことで仁さんに会うことは一番難しいというふうに言うんだけどもこういうのは「聞いたか坊主」っていうんだ演劇用語で聞いたか坊主っていうのは歌舞伎で幕間いに小坊主が何人か出てきて「聞いたか聞いたか聞いた,聞いたぞ聞いたぞ」というふうなことで「なんとかだそうだえそうなのかえなんかじゃあ,あの四十七士が討ち入りするそうだなんとすごいことだ」みたいなことを言うんだけども。 あのこれはあのよく漫画でもドラマでも使うよね関係ない登場人物が一般的な登場人物が出てきて設定をダーッと喋ってくれるって、まあ、今出てきたらウテナもそうだよねウテナもあの「聞いた聞いた」っていうふうなやつがあるんだけどあれも「聞いたか坊主の」の、まあ、応用っていうのかな完全に「聞いたか坊主」っていうのを用語を <laughs> 使うような感じでやってるんだけどもでこれで、まあ、あの見ている人にジンの凄さ あのゴンのお父さんのジンの凄さっていうのを出,てあの出すんだよねで俺やっぱりねこのカイトのセリフの,そのジンさんに認めてもらうための最終試験が彼を探し当てることなのさこれがどんな狩りより難しい彼は俺のの限り最高のハンターだ。これねセリフとして大したことないんだよさらっと読めるところがそれを家に帰ってからゴンが心の中で復唱繰り返すシーン だよな、えー。ゴンがお父さんの写真を見るとそしたら、えー、と最終試験は彼を探し当てることこれがどんな狩りより難しい彼は最高のハンターだっていうようなことでこのリフレインジンの写真のクローズアップを徐々に入れて目の中の光にゆっくりとカメラが行くとこのゴンの視線の方向とこのと。 ジンが写真の中からゴンを見つめ返していることがわかるんだよね。で、この中で徐々に徐々にそのさっきは大したことがなかったカイトのセリフがすごいいいセリフみたいに生きてくるんだよね。彼は最高のハンターと。大したセリフじゃないんだよ。でもこの繰り返しの中で言われると彼は最高のハンターだっていうのがめちゃくちゃかっこよく聞こえてくるんだよな。だから、いいセリフっていうのはいいセリフを作るんじゃないんだよ。 その前のシーンまでの大したことないセリフっていうのをモンタージュして映像的に並べることによってちゃんといいセリフとして作るっていうねこの漫画を使いこなすで俺はあの本んとに「ハンター×ハンター」がもうどんなに待たされてもどんなに適当な絵でももう許すって言ってるのはなんかな,なんだろうなあの。 漫画界が生み出した奇跡のようなやつだと思ってるからもうちょっとみんな好きにやらせてみようよっていうふうに思ってこんなことをできるやつって本当にいないんだよな。であとねちょっとね面白いなと思ってるのはまあまあ,あの漫画詳しい人間だったら誰でも知ってるのことなんだけどもそれがここに隙間あるよねどんな狩りより難しい彼は隙間があるよね最高のハンターこれ、ね、あの。 変だろこれ何かっていうと、あのー、なんだろうな,当点点なんだよ、ね、つまり「彼は点最高のハンターだ」っていうふうに書くべきところを「点」を入れると読者がそこで詰まっちゃうなので「彼は」の後にちょっと隙間を入れて「最高のハンターだ」と読ませる。 でこれね小学館以外の漫画全部そうなんだよねで小学館はけが違うと <laughs>、えー、参考に出すのがね「総防で壊すべして、ね」て <laughs> 俺も、あのー、これ最近ね、えー、まとめて買ってはまってるんだけど藤田和弘の漫画これ読んでると小学館の漫画ってもう、あのー、なんだろうねセリフの後に丸まで入ってるんだよね。でちゃんと点も入ってるんで句点も当点も全部入ってるんだよね。で あの小学館っていうのは漫画っていうのを子どもに読ませるための国語教育の一環として考えてるから。な 今もそうなってるかわかんないんだけど小学館の雑誌っていうのはなんか裏のところとか角のところを見たらマークっていうのがあるじゃん少年ジャンプだったら海賊みたいなマーク小学館の本っていうのは基本的にテーブルを挟んでお母さんと子供かもしくはお姉さんと弟みたいなやつがこうやっていい子で本を読んでるっていうのがさシンボルマークの会社だからどうやってもそのなんだろうなちゃんと読ませようとしちゃうんだよねだから正しく文章の最後には丸。 で、えー、読み分かちする場所はつまり、えー、さっきの「彼は」のあとだったらちゃんと点をつけなきゃいけないというのをねわざわざ,わざわざやってくれるみたいなでもねもう小学館ねこれなんかねもう少女漫画ではや,やらなくなってるから俺こっちでいいと思うんだけどね「彼は隙間あげて最高の判だ」った。この方が漫画の文法としてはいいと思うんだけどまあ、ここら辺を愚直にやってくれるところがねあの小学館の面白いところだと思うよ。 とい,いうことでねだいたい今回は、これがあのサンプル <laughs> 次回からやる「ハンター×ハンター」を1シーズンごとに話していくってやつのサンプルなんだけどもあの1巻の後半でようやっと「ハンター試験」が始まってキルワとヒソかが登場して、まあ、これでだいたいキャラクターが全部出てくるわけだよね。であのー あいいかななんかあの、こ,こから先ちょっとね、キルアとヒソカの分析も話してみようと思ったんだけども、もう30分くらい経っちゃったので、もうね、聞いてる方も疲れてくると思うので、次回からゆっくりやっていこうと思います。いやー、いいね、漫画の話。<laughs> 今回は反対か。いや、今回はね、アルカプレの話なんだけど <laughs> じゃあ、アルカプレの話いこうか。えーとね、 アルカポネっていうのを、まあ、アメリカ人が初めて意識したのはどの辺かというと、えーまあ、まあそんなところから話していくんだけど、ねまあ、あのさっきの1920年代っていうのはこういう雑誌が売られていてそれは西部という時代がなくなったアメリカの中から田舎っていうのがどん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 なくなっていって都会になっていったっていう前提をまず押さえておいてで1931年にハワード・ホークスが作った映画で「 暗黒街の,、ね、ああの顔役って映画があるんだ。でこれがね暗黒外の顔役のワンシーンなんだけどもまああのー、作ったのはあのハワードホーク・ホークスだね「赤い顔」とか「リオブラボー」とかを作った、まあ、名監督なんだけど案外名前が知られていないというか評価されてない、まあ、あの栄光なき天才の一人だよね。 でプロデューサーはハワード・ヒューズ、えー、と実業家であり発明家であって、まあ、地球上の富の半分を持つ男っていうのがあだ名すげえあだ名だよね世の中に。アイアンマンシリーズのトニー・スタークのお父さんがハワード・スタークっていうんだけどもちろんこのハワード・スタークのハワードっていうのはこのハワード・ホークスのモデルなんだ、えー、その2人が組んで作ったのが暗黒外の顔役で、えー、1981年って言ったんだけど実は作られた映画が作られたの1981年。 あ、1931年31年,31年でも映画が公開されたのが32年1年間お蔵入りだったんだ何かっていうとあまりにも残酷な描写とかあまりにも怪奇な表現とかあとギャングを美化してるとかいろんな問題があってすったもんだしてアメリカで公開されなかったんだよねで丸1年間お蔵入りしている間に実は世間というのは変わっていってしまったなんでかっていうとちょうどこの映画を作っている最中にアルカポネが逮捕されたからなんだつまり 実は映画を企画してやってる時はアルカポネっていうのはアメリカの英雄の一人だったんだよね間違いなくセレブの一人であったし、まあ、大統領になる前の,あのドナルド・トランプみたいなポジションだったんだよねところがそれが、えー、でアンコウガイの顔役が取られてで映画が公開された時にはもうすでに栄光の座から滑り落ちてる。 逮捕されたんだけども、えー、裁判の判決が出るのはもうちょっと後なので,です、ねまあ、まあこの頃まだそんなに落ちてないとはいええー、アルカポネ帝国に陰りが見えてきた時代でありました。でこのギャングの定番みたいなボルサリーノ帽という帽子だよねでこれには巻きを加えてるっていうのは、まあ、アルカポネが作ったんだ。で実はだねあのこれあのアンタッチャブルのロバート・デ・ニーロがやった。 アルカポネもそうなんだけどもやっぱあの僕らも、えー、昔のギャングって,ってこういうなイメージがあるよね大体こういう、あのー、日本でもマフィアが出てくる漫画って「あのハンター×ハンター」の <laughs>「ヨーシン編でもそうだけどいまだにそうじゃない何となくスーツ着てこういう帽子かぶせてで手には巻き持たせてしまうでこれって実は昔からそうだったんじゃなくてアルカポネがたった一人で始めたムーブメントなんだよ。 なんかその、俺たちは、なんだろう、スターなんだと、セレブなんだと。だから、あの、みすぼらしい格好をやってちゃいけないというふうなことで、帽子かぶって、葉巻き持って、それをシンボルマークにしたんだよね。まあ、あの、歴史的な写真でいうと、ちょうどこんな感じね。 で前回もちょっと話した通りこれがねなんかね25歳ぐらいの写真なんだけども <laughs> もうあのねアルカポでどういうふうにねみんなに紹介しようかと思ったんだけどもあの犯罪界のシャーショーっていうふうに言ってるんだよね。<laughs> 案外若いっていう <laughs> まだ18とか19歳ぐらいでデビューして大活躍してるんだけどもまあえー、若いのにやっぱりすごかったんだよねこういうふうなことをやったというのは。 あのジョージ・ルーカスがひげ生やしたのと同じ「スター・ウォーズ」の時スター・ウォーズのちょっと前はひげがなくてアメリカン・グラフィティの時にはスタッフが言うことを聞いてくれなかったなのでジョージ・ルーカスもスティーブン・スピルバーグも無理してひげ生やしてとにかく老けた顔を作ってでそれでスタッフの人物を集めたで同じようになんかねエブラハム・リンカーンもあれ昔ひげなかったんだよね で奥さんが怖い奥さんなんだけども怖い奥さんがあんた、ひげ生やしなさいとうう言われてなんでって言ったらあんたの顔は頼りないからよとうう言われてひげ生やしたらみんなあの演説を聞いてくれるようになったというなんかのがあるので基本的にやっぱりその若すぎると今と違ってジャスティン・ビーバーとかが行けたような今と違って若すぎるとなめられてダメだった時代なんだ。なのでアル・カプのこの老け顔二十 <laughs> 歳ぐらいから老けて,るってある。 これねあの、前回も紹介したんだけどもこれがね,なんかね、シカゴの街に来た20歳ぐらいの時の写真だからもう本当に老けてるんだよね、こいつ。で、えーまあ、デ・ニーロのカポネもやっぱりこの40代とか50代ぐらいに描かれちゃってんだよ。でさっきも言ったようにあのアル・カポネがボルサリーノ帽とスーツとは巻きでギャングのイメージを作った。じゃ ギャングっていうのはどういう存在だったのかって言ったらなんかちょうどいい写真がなかなかなくて映画のポスターで申し訳ないんだけど実はは、ね、ね。面面なんんだだよ、ね、悪者ってていうのは面してたんだよこれマジでなんで,でかっていうと滅ばし強盗とかそういうのがギャングの,あの悪者の原型で。 であのー、なんでこう覆面なのかというとこの覆面っていうのは普段下ろしてるんだよ、ね、マフラーなんだよで馬に乗って公園走る時ってさ埃とかがすごいじゃんだからそれを吸わないようにこうクッと顔を上げてるんだよで飲み屋とかに入る時に顔を見せるためにマフラーを下に下ろしてるんだけどもこれをずっと上に上げっぱなしのやつっていうのは顔を隠してるから悪いやつだというような記号になってたなので実は覆面だったんだよなそれまでのギャング。 で「ギャング」っていう言葉自体ももともとはね悪い意味じゃなかったんで「チャーリー・ブラウンと仲間たち」っていう漫画をチャールズ・エム・シュルツが新聞で書いた時に「チャーリー・ブラウンヒーズ・ギャングス」って書いたんだけどもそういう「仲間」っていうふうな意味しかなかったんだ「集団」とか「群れ」っていうやつで「チャーリー・ブラウンはピーナッツ」は「ピーナッツ・ギャング」だピーナッツ・ギャングっていうふうに言って。 あの昔新聞と漫画ではそういうふうになってたんだけどもそれもやっぱりねあのただ単に「うん俗」というほどでもないんだけどもなんかそういう,うんトライブっていうのかな,なんかほんのちょっとした仲間を示す言葉がギャングだったんだところがその禁酒法時代にアルカッポネたちが大暴れした時に新聞で彼らのことをギャングっていうようになったので犯罪的集団のことをギャングっていうようになったのもやっぱりアルカッポネからだ。 だったんだ。あだだからそれまでだね意外なことにそれまで犯罪者っていうのは街にいなかったんだ。これも面白いことところでアルカポネたちがニューヨークとかあのシカゴで大暴れする以前に以前は山賊だったんだよな犯罪者っていうのは犯罪者っていうのは山にいてそして 都都市市を狙ってきたり、もしくは都市に向かっていく電車車とか滅ばを狙うのが犯罪者。だから町にいるのは運命共同体だから悪いやつがいないなので我々の町を銃で守るのだっていう自警団っていうのが存在していたこれがそのさっきのフランク・リード・ライブラリーの19世紀後半までのアメリカの姿だったの。 ところが20世紀に入って1920年代ぐらいになると急激に都市の中で犯罪が起こりだす。これは何でかだよ、ねでえー、まあねあのわざわざアンタッチャブルを見てあの予習してくれた人もいるんでですねちょっとはもうちょっとアンタッチャブルの話しようと思うんだけどもこのカポネの写真というのに合わせて。 まあ、ロバート・デ・ニーロっていうのは役作りをしたって言うんだけどさ「アンタッチャブル」という映画が撮られる時にあのデ・ニーロはいきなりね役作りでイタリアに行くっていうふうに言い出したんだよ。でも 映画スタッフ全員はびっくりして「いやアルカプレの資料なんてアメリカって歴史が浅いからさああいう20世紀になってからの人物って研究され尽くしてるんだよ」本当に何か評伝から何から研究所ってアルカプレだったら100冊とか200冊の単位であるし写真もいっぱい残ってるから「いやもうそんなの必要ないですよ」って「デニーロさんなんでイタリア行くんですか?」と「も,もう変な人だ」というふうにみんな笑ってきたらそしたらデニーロ帰ってきたらなんか体重を1 4キロ落として なんか、ね、生え際の毛を全部抜いてきたんだって一本一本毛抜きで。でこれアルカポリなんだけどもここまで合わせてきやがったんだよね。<laughs> でもうあのそれまでの割となんだろう控えめでえっ、ー、とね明るい性格なんだけども、えー、落ち着いた感じのするデニーロっていうのがいなくなって陽気で気性が荒い アル・カポネがそこにいたともうあの。デニーロはいなくなってカポネがいたっていうスタッフのこう証言が残ってるぐらいのですねここまでね合わせてきてるって本当に気合い入れた映画だったんだけども、えー、舞台はシカゴだよね、まあ、あの前回と同じ「この間シカゴに行ってきたんだけどさ」で今回始まらなくて申し訳ないんだけどもシカゴっていうのはあの犯罪都市なんだよ。俺もね シカゴは犯罪都市というのも変に聞こえるでしょうで何かっていうとあのアメリカ20世紀初頭のアメリカっていうのはそれぞれ年ごとにキャラクターがあったんだよね。ピッツバーグというのは鉄工業デトロイトっていうのは自動車産業でアメリカあニューヨークはブロードウェイで、えー、ロサンゼルスはハリウッド映画の街。 とといううのと同じように、シカゴは犯罪の街っていうのがあってなんでそんなことになったのかっていうとまあ,あの本当に犯罪が多かったからなんだけどもあのバットマンのゴッサムシティのモデルっていうふうに言われてるよね。ゴッサムシティのゴッサムっていうのはもうあの実はそのイギリスにあるんだイギリスにあ,あ,ある村の名前であのゴッサムってゴトムっていうのかな本当の発音はゴッサムというのがあってさで13世紀にイギリスの王様があのそこを ななんんか、大名業律みたたいににしてて通ることになってたんだで。当時のイギリスの王様の法律っていうのはヘンてこで王様が通る道っていうのはすべて王様の私有物になるんだってなのでその町の人たちっていうのはその王様が通る道に沿ってある旗小屋とかあと農家もそうなんだけどそれらすべて王様に献上しなくちゃいけないっていうとんでもないね悪い法律があったんだよ。 なんだろうな。そこで一案を掲示して、何やったかって言ったら、村全体がキチガイのふりをしたんだって、で、それで王様のなんか使いがいて調査したら大変ですと。ゴッさんは全員キチガイですということになった。もう何が困るかというと、当時精神病っていうのは伝染病だと思われてんだよね。なので、あのアマデウスっていう映画の中でサリエリがあの。 精神病院に入れ,られるじゃん。精神病院に入れられる時に何であんな隔離病棟みたいになってるのかいまだに精神病院っていうのは実はちょっとなんか閉じ込めるみたいな構造になってるねそれは何でかっていうと14世紀15世紀ぐらいまで実は精神病っていうのは伝染病の一種であるって考えられてるのがなんかねずっとつながってるんだよ。 でだから、アマデウスの中でサリエリはあんなものすごいんだろうな閉じ込められた環境の中に入れられてるしバットマンの中に出てくるアーカム・アサイラムっていう精神病院も全てなんか人間をガン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 閉じ込めるようなところになってるんだけどもで、えー、ゴッサムの村の人たちはこれ13世紀の本当の話で、ねえー、イギリスの王様をごまかすために全員で気違いのふりをしてあんなところに行ったら王様の,も王様の,あの部下たちも全員気違いが移ってしまうということでゴッサムの 間違い外れるることになると。になそれでその愚か者の村まあ実際は愚かに見えて実はずる賢いんだという意味でゴッサムというのが使われるようになったで後にニューヨークのことをそういう悪徳の都ゴッサムというようになったんだけどもところがさっきも話したように実際にアメリカの,その20世紀の初頭ではリアルゴッサムというのはもうシカゴだったんだよね。で どれぐらいねシカゴはとんでもなかったかっていうともう,もうそろそろ時間だよな、ね、45分だから <laughs> 時間なんだけどもう,もうちょっとだけ一般放送で表放送を話させてねえっ、ー、とねいまだにこれ続いてんだよ CNN で去年の5月の調査でシカゴっていうのはなんかね、あのー、殺人事件が相変わらず増えていて、あのー、予想都市に比べて70%ぐらい多いんだけれども、えー、例えばその 1920年代で、ね、シカゴであのギャングのボスでねあのアンソニー・ダンドレアっていうそんなに有名じゃないんだけどダンドレアというやつがいるんだけどもこいつが死んだ時葬式には8,000人行列が来てであ,のあっちのお葬式ってさひ いわゆる棺おけを友達とかあとあのそういうふうな人たちが持つじゃんでそれが持ったのがえー、とね判事が21人でイリノイ州の知事も一緒に持ったんだってギャングが死んだのに裁判官とかイリノイ州の知事が一緒にこう持ってオンオンオン泣いてんだでそれが殺された時にやっぱりそのダンドレアの奥さんは犯人を見たし部屋中指紋だらけだったんだってでも、えー、シカゴ死刑が「えー、すごい!」 あの調査したんだけども証拠は何一つ発見されませんでした <laughs> と言って犯人未だに捕まってないし1927年のイリノイ州州全体でギャングの犯罪で有罪率ゼロなんだって捕まるんだけども無罪放免されるんだよ。基本的に何かあったら犯人みたいなやつは見つかるんだけどもそ,それらは全て証拠不十分で全部釈放されちゃうんだよね。 シカゴ死刑っていう警察自体が買収されたからなんだよな。だから後にその。アルカポネを捕まえるっていう。 まあ、結局彼は脱税で捕まったんだけどもそのほかにもいろんなアプローチで捕まえるとしたことがあったんだけども最終的にやったのがイリノイ州の警察がまずシカゴの市の警察を逮捕しに行ったんだよでシカゴの市の警察の中に銃持って乗り込んでお前ら警察の人間やこの警察署から一本も出るなっていうふうに監禁した上でアルカポレのところへ乗り込んだっていうなんかねとんでもないことがあったんだよそんな時代でありました。 じゃあなんでそんなふうにシカゴになっちゃったのか実はその都市は犯罪が多いって言うんだったらニューヨークでもなんでも全部同じはずだよねさっきも言ったピッツバーグにしてもデロドリにしてもところがシカゴだけが圧倒的にこんなに犯罪が多いには実は理由があったんだ。でその理由のまああのね大きい流れとしてはシカゴ大火災黒人大移動。 で、えーニュえっと、ニューヨークの、えー、なんだろうな差別というのがこの3つがあるんだけども一番最初のシカゴ大火災から話してみるねこれ、れちょっと見てくれるもう本当にね、あの原爆が落ちた、えー、広島みたいな風景になっちゃってるよね。 1871年のシカゴ大火災なんだで、えー、まあえっ、ー、とね農家の,あの牛飼いのおばさんのなんだろランプが倒れてそれがあの燃え広がったというふうに言われてるんだけどいろんな説があるんだただはっきりしてるのはシカゴは別名ウィンディーシティ風の街と言われて風がすごい強いんだよねでそれもあのミシガン湖から流れてくるいわゆる淡水から流れてくるやつなのでそんなに湿ってないカラッとした風が 街の中、ガガガガンガンンガン吹いてるんだ。なので一回火が出ると全く火が収まらないで街がもう本当に丸々廃墟になってしまったんだと残った建物ってあの市の水道局のレンガ造りの建物が1個あるだけで本当にね街中が全部燃え落ちちゃったんだよで家を失った人が10万人というふうに言われてるんだけどもでもこの火事のおかげで1871年の火事のおかげでシカゴっていうのは 都市計画がものすとい,んだんだ、ね、いうのは他の都市っていうのはこんなにね何もかもなくなったりしないんだでシカゴって本当に火事でまるまる町がなくなっちゃったもんなので全く新しいところでゼロから街が作れたんだよ。人口がある程度いるところにゼロから町が作れるなんてことはないんだよね本当に。 でその結果どういうようなことになったのかというとまずこんな火事が起こってはいけないという,ようなことであのシカゴ市は木造住宅を禁止したんだよね木造住宅を禁止してレンガとか石造りとかあと鉄を推薦したんだでこれによってシカゴというのは建築家たちの実験の場になったと。 シカゴというのは摩天楼といわれるあのなんかすごい高い高層ビルをあ,あれがにょきにょきたってめちゃくちゃかっこいい街並みなんだけどそれはなんでかっていうとシカゴという町が一回きれいに焼けてしまって木造建築が一切禁止されてそこに建築家たちがうわーっとやってきてで再建のお金もいっぱいあるもんだからさ最新の建物がいっぱい建ったんだ。 建物が建つのかとか、とこ,ここに建物が建つことによって人がどういうふうに動くのか公共交通機関がどのように配置されるべきかという研究も進んだとこれがシカゴ学派派いう建築界の一大派閥なんだよね。今あの建築雑誌を読んだらシカゴ学派っていうふうにいまだ出てくるんだけどそれは何でかというとこのシカゴ大火災で街が全部なくなってそこに最新の実験都市がどん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 ,どんビルが建ってそれに対して どどういうううういい働ききががあるののか、か、な結果でた人間というのがどのように動くようになったのかという研究が全て残されているいわば地球上で多分ブラジリアとシカゴだけだと思うそんなものがちゃんと残ってでブラジリアは人が移住しなかったから今廃墟同然になってるからまあ、シカゴだけというふうに言ってもいいんだけどもでこれがまあシカゴの始まりなんだ。つまり、火事で1回焼けて、その後、 高層ビルが建って夢のような街ができた。その後に1893年にシカゴ万博、俺が大好きな万博告白だなが開かれたと。でこれによって、でこの時何が新しいのかというと、街を電気で照らすというコンセプトで出たんだ。でさっきも言ったようにシカゴっていうのは ランプが倒れてそれが燃え広がってたからさ電気ということに関してももうすごいみんな飢えてたわけで、ね、電気電気電気というふうなことで街中、白い建物がダーッとできてそこにシカゴ万博のおかげで電気で明かりがついてでシカゴっていうのはアメリカで最初に電力が自由化されたおかげで電力会社が山のようにこうできてそいつらが電気を供給したもんだからホワイトシティって呼ばれるようになった。 そのホワイトシティっていうのがシカゴを明るく照らすというまさにね多分19世紀の末の段階ではシカゴっていうのはニューヨークとか他の都市を圧倒的に引き離した完全な未来都市だったんだでもいいことはそれでは続かないと,、えーとね、このあとねこれっていうのはいわゆるシカゴに住んでいる富裕層とかにとって良かったんだけども貧富の差っていうのがどん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 広がっていった。でそこにとどめを 出したのが、黒人大移動で半年ぐらい前にミシシッピ側大洪水って話したの覚えてるかな1926年から27年に8か月連続で豪雨アメリカのミシシッピ川を中心として大雨降ったんだでそれによって100万人が死んだっていうもう史上最大の大災害が起こったんだ。 でこのミシッピー川流域だから本当に、えー、とミシガン湖の辺りから南部に至るまでの大体ね14%が水没したっていうふうに言われてるんだよね14%ってすごいよね100万人が死んだんだよ本当に水害で。 同時に南あの黒人の自由化も進んじゃったもんだからもう農地がない農業がこれ以上できないで水浸しだもう今年絶対もうあと1年かそこらは農業ができないどうなるのかっていうと南部の黒人たちがもう一回ご飯が食べれるような場所を探して北部の工業地帯を大移動を開始したんだでこれがたった6か月ぐらいのことで行われたもんでシカゴの黒人人口というのは1年で20倍になってそのあと数百倍にまで膨らんでしまったんだ。 でそのおかげでシカゴの中でスラム化がすごく進んだと電気の力で明るくなったはずの町なのにスラム化がが急激ににに進んでししまって、犯罪徐徐々に徐々に増えだしたんだ。つまりそれまでのさっき言った犯罪っていうのは山賊であったりもしくは盗賊っていう町の外にいるものが町の中にいるやつらが犯罪を起こすようになったこれがシカゴが崩壊していく始まりだったんだよな。 じゃあ、ここから先の話はもうこんな面倒くさい話は裏放送でするぞというのことでえミシッピ川の大洪水黒人大移動のあとで,です、ねえー、イタリア系の移民がどういうふうなことになってなぜギャングというのがマフィアと言ってもいいですし言ってもいいんだけどもシカゴの街ですごいことが起きてしまったのかという流れの話は裏放送でしようと思います。えー、アンケート出しておくれ。 いやもう次回からね「ハンター×ハンター」の話も毎回することになるしもうこの放送どうなっちゃうんだろうないいかなはい、はい、出してくださいおおさすが「ハンター×ハンター」効果 <laughs> <laughs> ありがとうございます <laughs>、えー、じゃあ裏放送の方へ切り替えてください 岡田斗司夫です。最後までご視聴ありがとうございました。メルマガ専用岡田斗司夫アーカイブのご案内です。ニコニコ生放送、岡田斗司夫ゼミだけでは物足りない人、もっと便利に見たい人、そういう人へのですね。有料サービスです。それが岡田斗司夫アーカイブニコ生と同じくですね。あのドワンゴさんによる課金なのでですね。毎月2000円で過去の放送だけでなくですね。それのテキスト化ですね。文字化したもの。 他ですね。データあとニコ生以外のですね。岡田斗司夫の講演映像が見放題となっています。おまけにですね。過去の著作、僕が書いた本のですね。全データが見放題で毎日メルマガもですね。配信しております、えー、詳しい特典は案内サイトですね、えー、多分こう上か下かにこう出てると思いますので,です、ね、そちらの方をご覧ください。参加をお待ちしております。